よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。移植されたのは石川テレビの向山雄貴キャスターなど4人です。県内では今年に入り10月末までに特殊詐欺被害が95件と去年の同じ時期に比べて27件増えていて、被害額はおよそ2億円となっています。このため県警は今年初めて詐欺撲滅支援官を委嘱し、テレビなどのメディアを通じて詐欺の被害防止を呼びかけます。石川テレビアナウンサーの向山雄貴です。私なら大丈夫と思わずにお金の話が出たらまずは疑う、そして周りに相談してくださいということをテレビそして SNS などを通じて広く皆さんに知ってもらえるように活動していきます。今日、詐欺撲滅支援官に移植してさせていただいたですね、皆様方にですね、しっかり活動していただきまして、詐欺被害の未然防止を訴えていただきまして、なんとかですね、あと被害を抑止していきたい、そう考えております。移植式の後には早速啓発動画が撮影され、後日県警の SNS などで公開されます。今年発生した特殊詐欺の被害はおよそ4割が8月以降に発生していて、先月18日にはかほく市に住む30代の男性が架空請求で80万円を騙し取られていたことが分かりました。